ターっていう、ちょっとそう大きい、あのドブネズミぐらいになる感じ。そう今こんくらいだよ。ネズミさ絶対可愛いですね。全然懐いてない。でも昔飼ってたんですよ。あ本当、何？ブルーサファイア。あー髪を分かってた。ドットコハム太郎時代だ。可愛いよねみんな。二十二です。あ三。23？あの一個上ですね学年で言うと。そうなんだね。いいよ、上なの。じゃあ、若者同士でね、やってもらったり。そうね。あんたも一緒だ。親戚のおじいちゃんじゃん。俺同い年ですよ。おぉ、入ってきた。いけ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 。まだ人気者だが。いけいけいけ。めっちゃ可愛い。まさき。まさき。人気者だ。まさき。ほらほら、なんか言ってるよ、みよ。みよ、なんか言ってるよ。まだ女を知らねえな。まさき。乱入。あれどうですかね。かっこいいよ。かっこいい。あれあれやばいやばい。頑張って。頑張れ。頑張って。頑張れ頑張れ。いいよの取り合い。股間もきもきしてる。ファンの皆さんもおもろい。すごい。クリアクとか。
なんだ今の。夜中のテンションって書かれてます。いやほんま夜中のテンション今1時ぐらいと思ってるけど、8時、えまだゴールデンタイムでしょ。え12時間全員出ちゃう、全員出ちゃう、全員出ちゃう、割と踊ってるけど緊張する。足がそんな短いんだね。足か、そんな短い人いるんだね。あんちゃんもまだ始まった。なにこれ、足が短い。ユッキーは足長すぎる。ユッキーはすごいよ。ユッキーそんなちょっとじゃあ、そうしても、あ、森山もいいんですよ。森山もいいんすか。これも森山ユッキー、ユッキー、じゃあこっち失礼しますね。青木大さん、ユッキーの足の長さはマジでもアイドル。あ、大丈夫、大丈夫。すみません、こっちあの空がユッキーに雑魚なんすよ。いやいや、まあ、知らん知らん、覚えてないわ。戦ったことない。え、分かんの自分の雑魚。92です。分かる、覚えてない。分かれへん、全然。なんか今本当昔は雑魚を測ってたけど、今必要ないってことに気づいた。廃止されたらしい。そうなんだ。そうなんだ。小学生の時も測ってた。測った必要ないらしいから、もう測らないらしい。なかったわ必要。でも空はなんか雑魚がすごい高いらしいね。でも本当に高いよ。俺も思うんだけど、買ってるみたい。みおちゃんが買ってる時にやっぱすごく差が。でもみおも、みおも雑魚だよ。みおちゃんと一緒。あれやって。え、座ってあれやって。マジックが出てる。あれね。そう、マジック。そう、みおすごい猫背なの。ユッキーが低いと一回みおとユッキーの隣座ってもらって。え、これはセンターカメラの方がいい。あ、センターカメラの方がいい。はい、ピンって。あら、同じぐらいの同じなんだ、雑魚が。おぉ、身長同じぐらい。じゃあちょっと一回立ちますね、二人と。ほら、もう行ってみなよ。加わった。あ、え、あ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 、ユッキーより高くない？ここからは何が起こるの？身長がかなり違う。違う違う、そういうことで、そういうことで、そういうことで、3人同時に立ってみて。すごい。せーの。すごい。ちょうど大中小だ。大中小。じゃあその時ユッキーは足がある。足の長さ。そう。マジ足がある。ほぼ足がすごい。どこから？ちょっと待って、めっちゃケツもまないで。ちょっと違う。があるんですよ。すごい喋るようになった雑魚の話だ。テンション上がったから。いや、私も最初そう思った。いや、なんでこんな人ないの？ビンテージみんな言うから。ビンテージものね。そうなんです。あ、違う。これが直美さんのギターがモデルなんで、これさ、あげる？そう、プレゼントね。いいんですか？でも1種類ずつしかないんで、XL 取り合ってください。わかりました。わざわざどうぞ。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。今着てるのってあれ？これ自分たちの。可愛い。可愛いよね。え、いいな。アレンジしてるんだ。ユリ、そうそう、アレンジしてる。アレンジをしてる。あるんですね。5万円ぐらいするから。5万円ぐらいするから。同級生で高校はちょっと離れて
しまったんやけど、うん、ふとね、コンビニで会ったんや、うん、コンビニなんだ、レジしてて、そう、男子が、こっちがちょっとレジしてて、レジしてて、そう、ほんで肉まんをもらった時に手が触れ合ってそこから結婚した運命の、これを背負ってツアー回ってました。そう、大したエピソードもない。そう、あの大したエピソードすいません、ほんま、ちゃんとしてすいません、すいません、会いたくないなんか、ね、もうちょっと、もうそろそろ来れる人はどうぞ、うん、れる人は朝6時までいないから、全然入れると思う。てか逆に私今日夜まで起きてない、多分明日の夜が大変だから、ずっと明日の夜深夜に、あ、そっか、あのグランドクルーワンマンっていうのがあって、バックバンドさんのワンマンフライト、ワンマンライブがあって、うん、でそれに出るんで、ミオと、森と、へぇ、あ、そうか、そうだから今日は夜更かししなきゃいけない。何で隠すの？誰から LINE 来てるの？そう、いいの、めっちゃ見とるやん、やめなさいよ、もう怪しい、もうなんか普通に自分の携帯人の LINE 使うからやば、ちょっと、残念ながらもうそろそろあら、今回12時間やるにあたって、こっち来ていいよ、ちょっと俺が、うん、何で自分で言わなかった、俺がこの12時間の最後の曲を作るってことになってまして、すごいすごい、オリジナルソング、そう、24時間テレビやったらちょっとサライがあったりとか、それで作ろうかってなってるんですけど、この、まあ、出来事とか、あといろんな言葉を入れたいんですが、うん、パスポのみんなからいただいた歌詞もぜひ入れたいと思うので、ちょっとなんか考えて、はい、出ました、出ました、ほよほよやっぱりハイライトかな、股間もきゅもきゅ、絶対絶対もきゅもきゅ、それだけはやめてほしいけど、ちょっと1分目にそれ来ると1分目かできないんですけど、1分目なのこれ、やばい、一番ワードだけ話してきますね。え、今の？そうだ、うん。それしか浮かばないやん。モキモキ。そうね。モキモキ。モキモキ。え、なんか真面目に考える？何でもいい。真面目に考える。そういう時やって。なんてなんかある？え、パスポーから一言。うん。うん。なんか告知でもいいし。告知。告知。告知が歌詞になる。なんかあの。ね、ワード文章とかでもね、別に、うん、女の取り合い、いいね、あったな、あったね、三人で奪い合った、何個かね出してもらってもいいし、それを採用みたいな、え、しかりいやーたくさんのチームさん、チーターマン、チーターマン、チーターマン、やばい、たくさんのチームさん、ねえ、やめて、ほんとにそれを聞くわおかんも結構だけど人見知り克服、人見知り克服ピーターパン、ピーターパン、ピーターパン、え、ピーターパンの人見知り克服あ、それもできそう、克服、でも緑下りらへんからすごい元気になってきた感じ、ね、うん、緑は世界を変えます、はい、じゃあ、じゃあ、世界を変えます、ラスト関係ないじゃん、もういいです。そう。青木大。青木大。その中から取ってもらう。あ、そうぜ。え、なんて？青木大。青木大。青の木に大きい。大きいね。男装ネームですね。わかりました。爆食いトマト。なくなっちゃったね。1個しかないじゃん。これ。うん、朝までのやつだったよね、多分ね、そう、次のゲストさんのために1個取っといたしかもさ、これめっちゃなんかひびが割れてる、ひび割れてる、触っちゃった、え、1万超えました、おお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 オッケーですか？オッケー。
何それ。方言でもあるし。何でも。じゃあちょっと取り合いしてる感じの。みおちゃんとか。みおちゃんの取り合い。いいじゃん。空が隣にいて、ね、なんでかまさきも。なんでかまさき。なんでかまさき。座って。これ写真で撮るんですか。でツイッターに上げたら。トレの写真でいっぱいアイコンして、いっぱいアイコン、じゃあ私も撮ろう。どんどんやっちゃって、一緒になっちゃう、一緒になっちゃって、ダイナ行ってみな、行ってみな、ちょっと待ち、失礼します。何やかべる、何そら、やばい、何こっち、そっち座れば、こっち、こっち座れば、今のがいい、今のがいい、手に落ちそうな感じ、どんどん行っちゃって、見えなくてもいいよ、みおちゃんは手に逃げたら、そうだね。ミオちゃんの取り合いやん。かわいい。犬みたい。はい、いただきました。ありがとうございます。助かりました。めっちゃ楽しそうやったもん。可愛いっすかみたいな。すごいリアル、なんか、うん、アンさんが結構、ここアンさん、アンちゃんいいっすね。ねえ。
ねダメだから。そっか。まだコーヒー持ってた。こぼさないように。こぼさないように。ついてました。ついてた。ついてた。え、昨日。ここですよね、あの撮影の日です。ほんでコーヒー飲みながらだ。あ、コーヒーをパンって置きながらやってたら結構ライトでかけるコーヒーはいっぱいあります。本当。なんかダンスを一人で練習してたら、そのライト君が入ってきて部屋で、いいよ続けてって言いながらコーヒーを置いて。え、ほんで俺見てるの？あの音楽聴いてるから続けてって。なんかそのままだから空は続けてたんですよ。いや、いろいろ大変やなみたいな感じで、なんかがおもむろに語りかけてくれて。誰が撮ったんだっけ？マジで？分かれへん。なんか始まってる。正反対って言われてるけど、なんかそういう自分に負けたくないって気持ちがあるところは映ってるんだと思うねみたいな。それ昔の話？そんな昔じゃないの？新品やわ。あそれがすごい。自分の中ででも本当にあもっとこうだろうとか伝えるきっかけのことが考えてる。うざ。本当に。そうなんや。ありがとう。あじゃあそでも書いてないねんな。あの皆さんのマイクを意識してる。めっちゃ普通に喋るし遊ぶし。ちょっと一回戻しますか。本当1万人いったんですね。すごい嬉しい。ありがとうございます。この時間使ってせっかくだから BL こっちは。はい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 。あさっき今なんかっぽいこと知ったじゃん。あメンバー同士のこと。でもめっちゃあれですよ、布団の中に2人で入るっていう。1万突破写真。1万突破写真。んあメンバーのみで。あでもこれは公式さんの携帯で撮ったわ。公式さん、公式さん、公式さんは。はいか。じゃあこれ撮っとくわ。え、これさっき撮ったやつはどうしたらいいの？これ公式さんに送って。それも出しといて。それももちろんツイッターに出しといて。さっき。お、公式さんで出すんでしょ？で、今メンバーだけのやつも撮っとく。あね。じゃあバグってる。え、すぎる。バグ。カメラがバグってて。公式さん。公式さん今パスポさんについていっちゃいました。マジか。一緒に帰っちゃう。ええー。あ、公式さん。サブ公式。サブ公式さん。サブ公式さんが。あ、いる。行きまーす。はい。いや、もうちょっと顔近づけたら。あ、いい。ありがとう。あ、関口さん送ります。ありがとうございます。はい、やる。公式から公式さんみたいな。できるんだもん。タイトルは。すごすぎ。パスポすごすぎた。すごすぎたね。皆さんそろそろちょっとご飯の買い出しをしたいので。ちょっとそうしよう。どんどん減っていってる。え？ちょっと。ちょっとこのこれあんちゃんやろ。トマトのヘタだけ。すごい置いていった。自由すぎんだろ。やばー。2組目とかさ、どうなの。ちょっと待って、これ以上なったほんまにマジで朝まで俺たちが持たん。どういうタイプの人かですよね次が。うん、これでほんまにプロレスラーさんとか来てマジどうしよう。やばい、まあ、戦わなあかんもん。来たらストレッチ始めた。でもプロレスラー来るじゃないですか。ピザもいや、言っといたろ。絶対言っといたろ。怒られる。怒られるね。イスプロレスやられる。みたいな。それ一人でやるだけだから。これ、まあちょっとマジで無理やねんけど。結構すごいですね。歌すごい。え、これ全部入れなきゃダメですか？全部入れなきゃダメ。あ、その中の一個。じゃあ絶対これはやる。もうこんなこと言うたことないもん。最悪やん、これ。確かに。これをタイトルから言いたくない。では聞いてください。はやばい。俺絶対言わんから。何が使えるやろな。やばい、うん、そういうところはみんな考えよう一緒に、うん、なんか普通に使えそうなやつが緑は世界を変えますとか、うん、ぐらいじゃないですか。えでもさ、そんなんさ空の。あ女の子まずだからさテーマ考えた方がいいよ、うん、テーマ
歌のテーマを恋愛ソングなのか。え、でもなんかほらガキツカの最後のやつあるじゃないですか、はいはいはい、あ、 あれのね、うん、あれってあんまり意味ないですよね。その過ぎてったことを文にして言ってる感じやから、そういうのでもいいんじゃない。出来事パスが来たなって分かるような。12時間テレビの美の流れを。じゃあ絶対 CG にはならそれったら普段軸の曲で替え歌した方が分かりやすい。あ、でもまあでもケンちゃんのオリジナルソングが聞きたいから、うん、でもやっぱみんなで歌える感じがいい。もうちょっとでもテーマが募ってからじゃないとまだ ね方向性が、まあ、確かに。でもあの無理なやつは無理ってこれ分かってるからもう、うん、サダイじゃなくてつらいとかつらい俺の今の感情やんえ、これってあのツアーとかで次の4都市とかで歌えないんですか？ちょっと待って、マジ真剣に考えなあかんやん。出来次第、出来次第、出来高次第。どうしたの？違う違う違う、あの今ハッシュタグを調べてまして、うん、面白かったって。え、何何見よう。え、なんかこのみんな何をつぶやいてくれてるのかなと思って、うん、結構みんなつぶやいてくれてますよ。すごいな、 NG ないの？NG ない結構さ、アイねえ、アイドル、うん、めちゃくちゃ可愛いアイドルですよ。ちょっとね、武藤伊藤さん連絡入れてるんですけど返信が来ないです。ええー、そういうタイプ。今日もバッチリ。そういうタイプ。もう既読つけないタイプ。でも来てもあんまりダメだ。まず最近の恋愛事情聞くぐらいですか。まあ最近の恋愛事情な。そろそろご飯。そうですね。めっちゃお腹空いてきた。やばい。だからお鍋。買いやすいする内容を書きます。うん、ここ書きましょう。楽しみだなお鍋。ボールペンで書こう。ペン、なんかインカーもないよねそれ。うん、こしこつか。買い出しにこれからメンバーが行ってくれるんです。誰が行って、誰が行くの？メンバー。あれ鍋って。誰は受けない。4人で行っていただいて。そうなんだ。ああ。2人残る。パーソナリティ以外の4人で行くってこと。ゲストが買い出し。それやばいな。買い出してが。そしたら裏待つしかない。じゃあ4人でね。え、まずだしどうする？さっきなんて言ったっけ？和風系だよ、和風系。水炊きと、トマト鍋か。え、水炊きってさ、水炊きの出汁があるやんの。ないです、昆布、普通に。あ、昆布の、あ、昆布にする？昆布出汁にする？昆布買えば、そっち系。オッケー。なんか、出汁の種類わからなくて。え、それだけで行くの？ほんまに。いやいや、行くよ、行くよ。水炊きは昆布。昆布。そら、必要だと思うもの言って。そらくん何が必要かなと。しいたけ。そこ具材はい、どうぞ。肉。何肉？牛肉が好きです。牛肉。俺豚の豚肉も豚肉からでいいですか？あの予算的にも予算的には鳥はどうする？鳥どうぞ。豚肉は鳥ですよね。鳥を先に入れるやつね。でも豚が好きだな。だってネギはいるんじゃない？ネギは絶対いる。水菜とか。あ、春菊。春菊。この際さ、ちょっと待って、高くて買えない野菜いっぱい入れよう。リアルな話。春菊な。春菊入れてニラ入れて。ニラいいですね。ネギはどっちのネギですか？あれ、ちょっと待って、春菊のネギと、ちょっと白ネギがいいけど何がいい？なんかある好みは。刻みネギもいるんじゃん。分からへんやろ。白ネギと、はい、ネギ、いや白ネギの方が白も青も大きい方ってことですか？白菜、こう白菜、白菜、えのき、青ネギが、えのきいいね。青ネギ、エリンギ好きな人は大好きです。エリンギ、マイタケね。はい、綺麗な。エリンギ？いや、えのき。えのぎって書いちゃった、ごめん。だってこれね、てかもう何人分買うの？鍋に。え、でも来たゲストの人にも振る舞うっていう。食べ残しを。最後うどんとかはないの？締めですか？締めはお米。トマトが食べたいから、まあ、リゾットだから、あのホールトマトとちゃんと作る。すごい。ちゃんと作るの？ちょっとニンニク入れ。え、ちょっと待って、そういう出汁あるか。売ってたらそれがいい。売ってたらそれにしよう、うん、で売ってたらパターン、売ってたらパターンで、そのトマトだしが売ってたらご飯も、レンチンのご飯。あ、でもレンチンもともと食べたいかも。ああ、食べながら、食べて一緒にご飯食べたいから。じゃあレンチンは何パックぐらいいる？
3じゃあ3パックぐらい。コストコ来てはもう。コストコ。あ、そうか、チーズですね。あ、そう、このチーズ。ちょっと待って、チーズは粉チーズでいいかな。ちょっと待って、売ってたらパターン、ちょっと待って。あー、ドロトロってなるやつですね。ピザにかける。うちのがいい。あ、どっちも買います。とろけるチーズ。え、粉？どっちですかね、リゾットってどっち。普通のチーズ。この細いの？細いの。あー。さっきのチーズ。さっきのチーズ。モリってなる。え、何飲みます今日？え、飲みますよね、ハイボールでしょ。ハイボール買ってきて。ちょっとドリンク待って。他なんかどうですか？具材。トマト鍋の具材が、あ、でも一緒ですかね。うん。きのこと。他入れた。ちょっと変わったこともしたい。トマトあんねた。マロ、あ、マロニー。マロニーはどうですか？マロニーちゃん。もし売ってなかったらパターンだと。売ってなかったら。ちょっと待って、売ってたらパターンもあんねんけど。売ってなかったらパターンはどうする？だし。もう一個。ホール。あ、どうする？ちょっと。トマトとコンソメ。うん、とちょっとニンニクとかさ、わざわざ作る？あれですよね、普通にボルトにぶち込むだけですよね。あるね。多分ありますよ。多分ある。あ、豆腐。あ、豆腐。やばい。豆腐がなかったですね。めっちゃ入れるやん。だってもうキノコ類全種類入ってる。キノコ大好き。高い。あと。そもそも存在売ってる場所あったっけ？あー、あるんじゃない、うん、大丈夫やん。どんどんどんのやつ。どんどんどん。でも、でもどんどんどん。まあ、どっかスーパー探すしか。バス乗ったら、だってピザ来るから。あ、そっか。あんまり。たこ焼きもやで。あ、そうだ。材料、たこ焼きの材料。たこ焼きの材料。あと、エビとかにするんだったら。あ、アヒージョ。めっちゃ美味しい。超美味しそう。じゃあオリーブオイルも買わなきゃ。やば。言ったら、うわ、持ってきたらよかったな。オリーブオイル持ってくればよかったね。もったいないもん。3人家帰ったら済む。たこ焼きの粉。粉売ってる。たこ焼き粉。お水も。あ、まあ、それドリンクでいいよ。卵やろ。それで。大変だね。いる。もう最低限、最低限いるもの。しかもスタッフさんにもやっぱり食べてもらわんと。揚げ玉。経費削減のため、最低限でできるやつを。ソースは絶対いるよ。おお。かつお節は欲しいですね。とりあえず白菜。白菜ですね。あの、たこ焼き、ちょっとキャベツ入れたいけど。あ、白菜あまり。キャベツ一応買いとこうか。なんかあのほら4分の1とかでたまに売ってるやん、そんなぐらいで。なんなら千切りキャベツとか売ってますよね。あ、売ってるかな。それでいいか。あ、じゃあそれで100円ぐらいで。あ、そっか、あれでもいいのか。ああ、ネギ系。ネギ入れますか。ネギ、あ、ネギ。かつお節とかかけ。こっち、あ、買い来ました。青のりは。青のり、しかも青のりちょっと高いねんな。マヨネーズ。マヨ、マヨ。あ、そうや、これ配信してた。ポンズはある。お皿はあるの。お皿とかはありえと思います。かゆありますね。インスタ映えし、インスタ映えしたいね。確かに。あ、インスタ映え目指そうよって来てた。ちょっと可愛いお皿買ってきたら100均行きたいわ。まだ全然見てない。どんどんどん行けばありそうじゃない。可愛いお皿。みんなが何言ってるか分かんないです。どんどんどん分かる。どんどんどんよ。あ、どんどんどんで言っちゃった。で、お菓子買いたい人お菓子ね。あ、お菓子食べたいです。何のお菓子変なの入れる。変なの入れる。変なんて何があるかな。変なの、うん、やだ。変なの、ほんまに食べれる変なのですね。鍋に入れる。あ、トマト鍋はマッシュルーム。あれ、あればこっちか。アヒージョね。アヒージョにもいいですね。じゃあさ、感があるじゃあどうせ残るからさ、うん、あ、そういうので残らないけど、それにしとく。なんかね、まずい系はやめよう。うん、やだやだ。うん、だからやっぱ美味しいのにしようか。あ、タコじゃないけど、あ、これも美味しいじゃんみたいなのでしょうよ。うん、いいです、いいです。そういう情報もやっぱりこう渡さないとね。そんな面白いだけじゃない。明日やりたいなとか思わすような3分クッキングやわ。3分クッキングやわ。1万1000円。おお、わ、2万は。すごい。あ、
ありがたいよね。行きますね。じゃあ次ドリンク。お水は何本ぐらいいりますか。なんかもっと夜が更けたら味噌汁、味噌汁とかスープ飲みたいとかなるよ。じゃない？あ、ほんならさ粉のスープのやつ買ってきてもらっとく。あ、今ほら炭酸水欲しい。お酒割りたい。え？氷とか。あ、じゃあそうだね。聞いてください。はい。俺は何でも炭酸にできる機械を持ってきたの今日。わ、魔法使い？魔法使い。何に？え、何でもできる。何でもできる。何かあの液体入れたら全部そうできる。例えばこれとかでも炭酸になるんですか。炭酸になる。すげえ。トマトスープやる。トマトスープ。あれは大変やん。しかも匂い、ね。トマト。トマトはそうですね。俺は水しかやったことない。うん、ちょっと何やったっけ。ハイボール？ハイボール。濃いめですよね。じゃあだからビン。長いやつ？ロング長いやつ、ね。ちっちゃい瓶買ってきてってことですか。各、うん。炭酸克服しよう。もう炭酸飲めない。多分怖いって。拍手がないと思う。怖いの？怖いの？ウェーってなんねん。炭酸が一人ちょっと多い。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。おやすみなさい。気をつけてお帰りください。朝待ってます。マジ早くない？すいません。え、飲み物ちょっと待って、うん、まずお水ペットボトル台を。これもうお茶とかでいいかな。ジャスミンティーいよいよ重いし。そうだね、確かに重いから。うわ最悪、これもう嫌。いや、うわなんだこれ、止まらない無限ゲップパウダー、いやこれだって自然に、ね、出る人が後で来ますやん。自然に出る人じゃないよ。え、なにこれ。炭酸が苦手。え、じゃあコーラ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 輝いてる。コーラコーラコーラ。えぇ、ー、ゲップしたくない。いいよ、つないでコーラ。コーラスライドくん、スライドにやってもらおう。元気だよ、元気だもん、うちらは。めっちゃ甘いで。元気だよ。キューちゃん、キューちゃん。もうガガガガガガ。何かどうなるの。何発ぐらいねんの。いやだからここでハッ、何やろ、ね、怖い。絶対怖い。耐えるの無理って書いてあるよ。めっちゃ甘いから。これは面白そう。盛り上がること間違いない。じゃあちょっとオレンジジュースとかさ適当になった。そうですね。キリウムガスとか。ああ、リンゴジュースがいい。リンゴね、リンゴにしよう。喉にドンドンドンで買ってくる。ドンドンドン。あ、でもお菓子はどうですか。リンゴジュース。お菓子は適当になんか何系とかありますか。何が食べれる。しょっぱい。え、しょっぱい系。チョコレート系じゃなくてしょっぱい系。ポテチ。ポテチ。あ、ポテチ。なんかどの味。でも今回チョコもいい。あ、でもチョコもいいですね。あ、確かに。あのさ、ある程度決まったら、もしあれだったら買い出し班にあと任せてもらう。うんうん、お任せ。筒のさ、何やったっけ。何やったっけ。あのポテトチップスの種類何やったっけな。クリングスじゃない。クリングス。プリングルス。あ、チップスター。チップスター。あれはプリングルズでした。あ、そういう質問か。うん、ごめん、この間そもそも一昨日のショールームでこれやったんよ。そうですね。みんなが勘違いして覚えてる。プリングルズだった。プリングルズやってんって、あれ。プリングルズ。プリングルズ、っていうちょっとした情報でした。今あれの出てるハラペーニョ味って美味しいよね。ハラペーニョ、ちょっと辛いやつですね。あったら、うん、ハラペーニョ味だから新しい商品とか紹介する。わー、いいですね。いいですね。これは見たことない。 YouTuber みたいな。そう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 、何の番組だ。こうやって出さなきゃ。 YouTuber やってやって。ブンブン。ハロー YouTube。 どうも。ユーチューバーのモノマネをね最近やってて、空がもう壺に入っちゃって。ハローユーチューブ。どうもヒガキンです。ヒガキンさんのモノマネを。はい、ちょっと大体書いたので、はい、あと頑張って。あと見たや見てこれいいなと思ったやつはプラスで買ってきてください。っていうか誰が行くの。どういうこと。じゃあ4人で行く。この4名さん。あ、ごめん。あ、危ない。帰った、帰っていた。あのまま帰っていた。ケンケンで帰っていた。はい、じゃあ財布本当に緑だ。うわー、いや
このカメラに。あ、緑か。財布ですか。ちゃんと今日ね、見せれるようにしてんだ、うん、したんですよって。緑で固めました。すごい、これ何のかな。猫です。猫か。俺も財布赤だと思って。意識してる。何言ってるか分からない。俺なんか伝えてる気がする。なんてなんて、ちょっとゆいやおんで。ちょっと恥ずかしい。なんて何。いや、昨日友達から財布をプレゼントしてもらって、うん、それを使おうと思って持ってきたんですけど、うん、赤い色だったなと思って。なんか意識高いよ。ちょっと恥ずかしくなってきます。なんで。ちょっと恥ずかしいんだ。こっそりもう靴下もシャツも赤いねんから、それ以上のもんないやろ。もう覚えてもらおうと思ってゲストの方に。なんか新メンバーだし。いやでも今からもう出て行ってもらうんで。行ってる間に。さきもや。行ってる間ですか。行ってる間に来るの。じゃあ4人は用意してください。じゃあ早く帰ってきたらいいね。あ、そうですね、早く帰ってこないと。もう最後もアピールしていけるの。じゃあこれは誰に託せば。え、誰は4人で同じとこ行くの。お願いします。はい、お願いします。行ってきます。行ってまいります。ありがとう。じゃあ行ってきますね。お願いします。あとはよろしく。ちゃんとほらみんなほら、ね、これ放送してるからちゃんとアピールしてて。ガーッと行かんといて。え、でも寂しいから早く帰ってきてね。はい、はい、もう寂しいから早く帰ってきてね。おい、帰ってきてって。行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。はい、行ってみよう。もう行け、早空も。もう行ってみよう。行ってみよう。行ってくるって。行ってみよう。なれ、リコ、もうはよ行って。リコ、はよ行って。ユウ立ちまっぱい。ユウ立ちまっぱい。ノウ立ちまっぱい。帰ってきた。ノウ立ちまっぱい。え、ちょっと上着着ていきよ、寒いから。だって雪降るかもしらんて。雪降るかもしらんて。行ってみな。行ってみな。行ってみな。ないわ。別にそれ狙ってないから。バイバイ。気をつけてね。行ってきます。行ってきます。行ってきます。何やねん。みんなもう狂い出してきた。もう疲れてきた。ちなみに今のは、アンシー&違う、あれ誰だっけだ。やばいね。アンシー&そう、芸人さんの真似。あ、座って、はい。どうぞ。いやー、無事は笑った。はい、では2人、はい、ここで2人目のゲスト。はい、ここでやばい、ほんまに。はい、2人目のゲストは、今回ツイッターで、はい、応募で来ていただいた方でございます。うん、おは、あれ、どこが名前、どれが名前、まあ、それも含めてね、ここ本人とお話ししてみてください。はい、あ、本当に初めて、ちょっと片付けよう。ちょっとそうこれちょっとこれ、え、何人の方が来てくださる。わかんない、ちょっともうざっと、もう一応え、こんなに来る？6、5？